BTS 今夜は ABEMA TV による BTS 独占プログラムをお届け。 BTS メンバー J-HOPE とジミンがトレンディエンジェルのいるスタジオに登場。そして世界レベルのダンスを披露。さらに BTS がトレンディエンジェルと豪華プレゼントをかけて5番勝負を敢行。普段は見られない世界的アーティストのスペシャル映像満載でお届けする60分。愛してます、めっちゃ大好きだよ。そして番組をご覧の視聴者の皆様にもスペシャルプレゼントを用意、最後までお見逃しなく。さあということで始まりました、 YourSelf TV。 やだー、 YourSelf TV。 やちょっとなんかこういうおしゃれ なんかセットとかがすごい、ね、確かにね、うん、なんか家みたいな、本当着ぐるみがすごい撮ってるんだけど、カエルさんとこれリスですか。リスなのこれ。カエルもなんかこのね模様がすごいあれだけどね、なんか今日はねこんなねあのすごいこじんまりしたとこなんだけど、はい、俺のとんでもないマブダチ来ちゃうから今日。マブダチ、マブダチ斉藤さんのマブダチって何、上原蝶。いやいや違う違う、トゥー、いや誰が知ってんだよ。あ違うんすか、そんな名前。え眩しい、眩しい友達ですよ。あ違うんですね、うん、今世界で一番輝いてる友達をね、一番輝いてる友達をね、やっぱアーティストさんがね、そりゃそうですよ、友達多いでしょ、アーティストさん。ちょっとチラ見えしちゃってますけど、うわ分かってる人も、分かってる人は分かってるかな。4月にねアルバムがこう出るっていうことがもう決まってるという、ね、そうなんですよ、そうそうそう、とんでもないグループですから。斉藤さんを超リスペクトしてるっていうアーティストが来るらしいから。自分で言うんだ、そうそうそう、うん、よく言えるね。いやいや書いてあるから言わないと、これ違うからね、自分では思ってないからね。完璧に書いてないでしょ。書いてありますから。あああ、うわあれ来た来た、ポップ元気でしたか。元気よ。はい、高橋さん、いらっしゃい。元気でしたか。元気よ。ジミンが来てくれた。久しぶり。ジミン2人まとめてハグ。いやー来た、はい、ということでね、 BTS のジミンとチェアジミンチェアが、はい、大丈夫です。大丈夫、椅子がね、あーすごいなんかドキッとしたのね。それできないよ、斉藤さんのうちですから。 ありがとうございます。戻った、ジミンが戻ってきたところでね、いい椅子だからね。ということで BTS のねジミンとジェイホップが来てくれました。やったー、せーの、3、さあこんにちは、 BTS の J-HOPE、 シミンです。斉藤さんの部屋に遊びに来てくれたのは全世界を席巻するアーティスト BTS。 昨年リリースしたアルバムが77の国と地域の iTunes で1位を獲得。さらに昨年世界で最も Twitter 活動を行った音楽グループとしてギネスにも載った世界一影響力のあるグループの一つ。今回来てくれたのは BTS の希望であり振り付けも担当する J-HOPE、 そして芸術高校の舞踏家にトップの成績で入学する実力派ジミン。2人だけ、はいはい、緊張していい、初めますから本当緊張します、はい、嘘、はい、あ嘘じゃないです、嘘じゃない、はい、え2人初めて、はい、2人初めてです。活動が初めてです、2人で活動するの、はい、他のみんな今日何やってるの。あ今家でベッド上で気絶します。寝てるのこと。家いるの、あ本当に、はい、そうか、じゃあ2人だけ仕事なんだね今日ね。すごいね。あ仕事じゃないです。斉藤さんのお家に、あそうだ、うちの遊びに来ました。ちょっとドキッとしたよ、ほらほら。そう、うちに遊びに来てくれただけだから嬉しいね。あちょっとドキッとしたよ、ほらほら。いやということでこれ本当この間のねラジオ、ね、ラジオありがとう、本当ラジオ本当の楽しかったでした。本当ね、聞いてくれてるね、はい、リスナーがいつも の、はい、あの8倍になりました。うん、うん、わお、うん、でその次の週また元に戻りますね。頑張ります。ありがとう本当に、ね、また来たいです、うん、あぜひ、はい、来てよ。本当にね俺この間本当にねもうまたみんなと話してね、よりこの、うん、なんか本当ちゃんと話したのはこの間初めてだったからさ、ラジオでね、はい、そうですね、はい、ラジオでね、はい、なんかすごいなんか2人のこのチャーミングなね、うん、性格とね、このやっぱでも歌ってる時のこのかっこよさとかね、確かにそうです、僕可愛いですし自分で胸じみ言って、自分で分かってるけど、愛らしい
アイラッシュ全部どこで覚えたのその日本語。アイラッシュからね。鳥肌鳥肌。おお。鳥肌立っちゃった。そうです。僕可愛いですし。自分で。自分で自分で。とりあえずちょっと写真でも撮ろうよ。なんか写真。わー。これ写真。それ？なんかこれいっぱいあるのよこれ。電話があるよ。写真。なんだこれ。なんだこれ。電話。テレフォン。テレフォン。写真。あはい。え、わー。これ写真撮れるの？ホブ。とりあえずさ。こう。はい。あいやいやいや。わー。わー。これが、あ、伸びる伸びる伸びる。イエーイ。あー、イエーイ。じゃあ準備はいいですか、さあ。イエーイ。トリマン立ちします。せーの。さらへんよ。さらへんよ。さらへんよ。もう一回、もう一回、もう一回。愛してまーす。愛してまーす。せーの。イエーイ。ですよね、嬉しいねこれでね、はい、ということでね以上になります。終わりかい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ホントに本気で喜んじゃった。ボケボケ。とにかくもうね J-HOPE はねダンスが、あーダンスの担当です。覚えるの早いんでしょ。覚えるのがなんか聞いたところによると本当です。本当に、はい本当です。もう一回見たらもうすぐ最近ダンス覚えたダンスが、あ、意外のメンバーは4時間くらいかかりましたが、お兄さんは10分で。10分？本当です、本当です。早っ。DNA の最後のパートが本当難しいですから、僕たちは4時間くらいかかりました。兄さんは10分で。10分？簡単に。少しオーバーです。少しオーバーです。だいぶ何十分くらい？30分くらい。いや、それでも早いよ。早っ。記憶力とかもう全部の曲そんぐらい早いってこと？僕が昔、ダンスを踊りますけど、覚えるのが早い方です。昔からじゃあ覚えるの早い。ただ天才です。ただ天才だから。ただ天才認めてるよほら。ただの天才認めてるよ。天才って。ホープはただの天才です。天才だってジェフ。天才認めてくださいよ。認めてよほら。ありがとうございます。習得に他のメンバーは4時間かかったダンスをわずか30分で覚えたというジェフ。ホープはまさにただ天才です。ただ天才だから。ただ天才認めてるよほら。で、かたやジミーちゃんはね、もうストイック、もうすごい努力家だって聞いたけど。努力で、ただ僕は可愛いです。可愛いんだよな、本当に。いいのも見てよ、このもう肌のツヤツヤさ、見てよ、ほら可愛くなる努力してるの、ジミーはちなみに。もともと可愛いんだけどさ。そうですね、ただ僕は肌可愛いですから。可愛いから大丈夫です。天才だよね、天才的な可愛いの。天才だ、天才の可愛さだよ、本当に。ダンスの天才と可愛い天才だよ、本当に。可愛いの天才が。愛嬌お願いします。愛嬌、愛嬌ちょうだい。愛嬌本当に簡単です。可愛い一言。わー、愛してる。ちょっとたかしでお口直しね。さらへんよ。でも言ってもね、俺も結構ダンス覚えるの早いのよ。斉藤さんもダンス、ダンスの天才。ダンスの天才。歌も徐々ですね。あ、ほんと、そうそうそう。だからラジオでそう、DNA 歌ったりとか。 DNA 斉藤さん普通の人だったら4時間かかるところを斉藤さん2分ぐらいで覚えてる。言い過ぎだよ、2分ぐらい。2分。いや、ジミーより言い過ぎるな、お前。高橋さんはもう俺も早いっすよ。遅い遅い遅い。ご飯食べるの早い。ご飯食べるの早い。飯食うのね。ちょっとダンス見たいよね。え、ダンス？え、今なんかちょっと軽くさ、ちょっとこの辺急に。これさ、ちょっと軽く見してよちょっと。え、いけます？いけんのそんな。俺もなんか覚えたいしね。せっかくだからフィーチャリングしたいもん。フィーチャリング。そうだよ。さんが10分で覚えたダンスです。ということで J-HOPE とジミンがダンスを披露。簡単です、本当に簡単です。えいや、めっちゃむずい。うわ贅沢だよ、こんな近くで。すごい。簡単ですよね。簡単じゃなかった。難しいよ。しましょうか。難しいよ、難しいよ。だから僕は4時間くらいかかりました。分かるよこれ。4時間早いよ。兄さんは これを10分で。10分で、はい、早っ。でもね、うちの斉藤さんは2分あれば、はい、2分いや2分あればできるんで。ちょっとだけじゃあ、せっかくさ来てくれたから、今大丈夫です、ね、せっかく来てくれたから斉藤ダンスも見てもらおうかな。
というわけで BTS メンバーの前で斉藤ダンス。じゃあミュージックスタート。ハハハハハ、めちゃくちゃ難しいよこれ。ずっと注射してたけど。いやいや、ここしか分かんないんだよ。感動もらいました。いやすごい。何これ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 。何60分急にだよ急にだよ、怖っ。いや、せっかくすごい満足感の中で、いや斉藤さんのダンスがあまりダメだったのかな、ダメだったのかなと思って死刑かと思っちゃったもん。今度アルバム出るんでしょ、だって BTS は、はい、アルバムのタイトルは、Face Yourself。 Face Yourself。 シングルと曲と韓国のアルバムのジャパニーズバージョン、そして日本オリジナル曲2曲が入っています。嘘。そうです。ちょっとタイトルだけちょっと教えて。秘密です。オーマイガー。何でしたの。皆さん4月4日にリリースされますので、4月4日聞いてください。 BTS 日本オリジナルアルバム Face Yourself が4月4日に発売決定。血汗涙をはじめ日本語バージョンを7曲収録、そのうち2曲が新録、さらに新曲2曲という日本仕様に向けたスペシャルパッケージ。これがなんか好きそうだなっていう曲はある？斉藤さんが好きそうだなみたいな。多分全部だってかっこいいのよね、ほんとね。あれ好きって言ってなかった？消えない涙みたいな。いやいや、血汗涙ね。消えない涙。消えない涙って。あ、違うの。あとやっぱ今度マイクドロップね、この間もマイクドロップのね、リミックスバージョンも出たことなんか。はい、スティーブ・アオキの。聞いた。スティーブ・アオキの。あ、知ってる、スティーブ・アオキ。本当、有名な人でしょ。はい、今 DJ DJ の、はい、ね。絶対スティーブ・アオキ知ってる。こいつアイドルとか好きだから、オタクだから知らないはずなんだよ、オタクだから。はい、うわ、はい、そうですね。僕たちのマイクドロップかっこいいよね。ミュージックビデオですよ。これ PV だ。え、これスティーブ・アオキのミュージックビデオです。え、どれがスティーブ・アオキ。スティーブ・アオキさんは今、お、あ、後ろでかっこいい。あ、後ろで、たえ、これまた撮り直したってことじゃ、 MV。 え、はいはい、続きを、スティーブ・アオキさんで、でかっこいいな。うわー、クールだね。そうだね。これ問題です。ちょっと大きい音が怖いよ。音が大きい。何盛り上がればと思いこんなのも用意してみました。何ですか？ J-HOPE バンドジミー VS トレーニーエッジ5番勝負。5回戦う、勝負するみたいよ。何勝負に勝ったらプレゼントがもらえます。プレゼントが？ J-HOPE バンドジミーやりますか？お、はい、勝負するらしいんだけど、どう？プレゼントもらうらしい。勝負だ。勝負する。勝負だ。はい。僕、やりません？ジミー、やらない。ジミー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。ジミー、ダメだ。あ、僕もやります。ジミーもね、やってくれる。はい。ではとりあえず。おお。多いよ。多いわこれ。ちょっと元締め倒してからちょっと。うるせえな。何回も。抑えて。何回もうるせえな。じゃあ帰ったら大丈夫？一応ファーストラウンド。あ、テニスゲーム。おお。テニスゲーム？ここで？ここで、いや、ここでこの勝負に勝てば J-HOPE とジミンはプレゼントをゲットできます。部屋の中にある赤色の袋を開けてみてください。赤色の袋どこだ。あ、どこだ。出てきた。え、なんだお前、知ってるような。出てきたよ。知ってるような動きするじゃねえかお前。重いよこれ。重い。本当ですか？何ですかこれは。何
わかりません。え、見てもわからない？なんだ？あれなんか靴だ。はい、こっちですけど。あ、おしゃれだからね、二人はね。あ、これが僕これ何？何これ？これがプレゼントですか？いやいや、これドクター中本のジャンピングシューズですよ。ジャンピングシューズ。ジャンピングシューズ。一つ目のプレゼントはドクター中松発明のスーパーピョンピョン。これを履いて歩けば早く走れる上に通常の3倍のエネルギー消費を流しダイエット効果もあるという優れものなんだとか。僕うちに行きます。ちょっと待って、ちょっともうちょいだ、もうちょいだから待って、もうちょいだから、もうちょっとね、とりあえずこれをあのスノーボの靴みたいに履いて、はい、こういう感じでね、ちょっと待ってこうやってやって、ほら、おお大丈夫ですか？おお大丈夫大丈夫。いやいや、サイさん、そこまで高くはないよ。ジャンプできるんだ。ああ、ちょっといらないかもしれないこれ。僕の考えもそう思います。ちょっとでも欲しいよね。誰かメンバーが欲しい人がいるかもしれないから、はい、他のね、あ、番組ですから。はい、そうです。はい、これ欲しいです、欲しいな。ジミー、ただ頑張ります。ただ頑張ろう、ジミー。まず最初は J-HOPE 対斉藤さんが、ああ、OK、勝負だ勝負だ。豚だったんですか？え、豚。豚だったんですか？ちょっと知らなかった。テニス経験者だという J-HOPE、とっても嬉しそう。キャラクター。サマどれ？サマ。はい。あ、僕はテニスの王子様です。え、はい、そうなの？はい。僕昔テニス、はい、やってたんだ。しました。俺もやテニスのおじさん。あ、おじおじおじ様、おじ様。どれにしようかな。こういう髪型にしたかったからこれにしよう。じゃあどれか、はい、そして、うん、決した。イエーイ、グッ、イエーイ。キャラクターを選び、いざ勝負。プレイ。おおおおおお、何点選手なの？ああ、ああ、ああ、おじい様、テニスの王子様に負けないぞ。王子様に負けないぞ。テニスの王子様が、どう？一冊ちょっと、どうなんだこれ、一冊ちょっと。おじ様いけ。一頃終わりますか？終わんない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 。あ、やばいやばいやばい。王子様におすすめします。必殺ショット打ち返すな。何で打つ？いやー、わざとらしいな、斉藤さん負け方。あら、ほら、もうわざとらしい。わざとらしいな。やり方が分かんないんだもん、だって。え、やっぱり負け、あと1点取られたら負けちゃう、負けちゃう。おじさま負けちゃうよ。1点ぐらい勝ってやるよ。おお、来た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 。おお、打ち返されるんだよな。ああ、あ、サイズした。あー、惜しいな。ここでゲームセット。見事 J-HOPE が勝利。新しい負け方。負けた。サイズさんの負け。そして2回戦。オッケーオッケー。よし、高橋、いけいけ。うん、僕がこれですね。あ、本当だ。あ、こういった方がいいか。じゃ、僕はテニスのプリンスですから。そうだよ。ジミンもテニスのプリンス。はい。ジミン VS 高橋、果たして勝つのは。僕は桜が好きですから。あ、じゃあ桜。あ、桜でね。桜。でね。ちょっとギター上終了です。僕本当上手です。これ振るだけ？振るだけ振るだけ。オッケー。僕だけ。なんか遅い。ちょっと遅い遅い。エラーが。タカシの球が遅いぞなんか。やあ。やあ。
なんか遅い。遅いぞ、なんか。なんか遅い。たかしのキャラが遅いんだよ、弾を。なんとたかしが選んだキャラクターが初心者用だったためゆっくりとした展開に。こんなに遅いもんなん。そうですね。位置終わりますか。位置終わる。これなんだよ。これラリーが続きますね。スイッチの電池がなくなるまで多分終わんないと思います。これ終了。なんか問題があります。終了。だってほらもう地面動かしてないのに打ってんだから。ほら待って、ほらこんなテニスないよ。ほら、どういうこと。こんな無気力なテニスないよ地面。ほらなんで見てよ。ほら勝負がつかなそうなので引き分けに。さっきも俺が J-HOPE に負けたから J-HOPE と地面チームの勝ち。はい、はい、あ、プレゼント。いやそっか、リサがおられますよね。あ、リサがお願いします。僕は、はい、ジェイホープ開く。吐いて吐いちゃう。お、怖い、うん、意外とね、でも安定感ある。おお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 お、面白い。やおやおやお。お、面白い。やおやおやお。おお、ちょっとは早いよ。わお。早いですか。僕は音遅い。遅いよね。でもやだ。いや、なかなかのね。名勝負でしたけどね。名勝負ですよ。次の対決に行く前に、アメリカでゴールドディスクにも認定された曲、マイクドロップ。スティーブ・アオキリミックスのミュージックビデオをご覧ください。続いての対決はツイスター対決。ツイスター分かる？ツイスターゲーム。ツイスターは何ですか？うん、あのね、あそこにあるんだけど、はい、あー知ってますよ。あー手とか、はい、知ってます。手をついて、ね、で面白い体勢になるっていうやつなんだけど、うん、この勝負に勝つと次はプレゼント、多分いいプレゼントがあると思うんだけど、まあ確かにね、次のプレゼント高橋さんお願いします。はいはいはい、持ってきてください。おっ、おいしょ。次のプレゼント、この青い袋の中、本当に大きいです。これ本当に大きい。うわ、開けてみます。あ、もう開けちゃうぜ、これもうね。気になる。なんか、これは、うわぁ、おぉ、マジで。いきます。イカマスミの目が輝いて、いきなり。いきます。勝負だ。次のプレゼントはこちらです。本当ですか。ビーズ4。おぉ、そしてグランツーリスモ、あのレーシングゲームだね。うわぁ、本当ですか。うわぁ、これ、おぉ、ほら、ハンドル。うわぁ、ハンドル本格的な。素晴らしい。これは PS4 持ってる？プレステ4。はい、今からゲームを始めます。プレイステーション4をかけてツイスター対決。まずはジミン VS トレーン斉藤さん。これをくるっと回せばいいんでしょ。はい、先攻後攻とかあるじゃないですか。はい、じゃあじゃんけんぽいしようか。じゃんけんぽい、じゃんけんぽい。ここから、じゃあ僕から、はい、ジミンから、はい、ジミンから、はい、ここからじゃあこれ、ま、回しますよ。どうぞ。えい、じゃじゃーん、じゃでーん。右足を、これ何、どこでもいい、どこでもいいんだって。右足、あ、どこでもいい。おー、おー、オッケー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 。次俺ね。よっしゃー。あ、右足が青、ね、よっしゃ、近く行くね。よっしゃジミン、よっしゃジミン。じゃあ回す。はい、パン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 、タカタンタンタタン。左手どこでもいいじゃん。どこでもいいよ。左手はもうどこでも。あ、難しいですね。おお、ジミン、左足緑じゃない。
ここ左よっしゃーよっしゃ僕行きます、うん、左手黄色またずっと左手黄色じゃんおおうわ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 ちょっと危ないよ危ないよ、はい、ジミンキスしちゃうよ俺おじさんのキス左手どこでも左手どこでもねよしよしおおまあまあまあどこでもいいからねあどこでもいいですかさあ左足どこでもってことおおああいやーだいぶ絡むね回して右手青右手青ああ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 足パンパンにしやがったよジミンさん。え、Thank you, Thank you。おお、すいませんすいません。ジミンのね足の筋肉がすごいのよもう。お尻が。お尻なんか熱いです。熱い。お尻がもう肉厚だからね。はい。ツイスター対決2回戦は J ホープ VS トレンタカシ。ダンケンボ。おお。じいさんから。はい。ここから。あ、じゃあここ。ここね。じゃあ奥さんから行くよ。はい。はーい。あ、右足左なるほど緑ねドゥドゥンおい高志ねはいはい左手どこでもどこでもどこでも本当考えた方がいいよ後のね後の体勢これ考えた方がいいよ意外とこう真ん中あたりとかここで考えばここがいいですここあ本当はいここがいいですじゃあちょっとジミンのね言う通りに、はい、じゃあ次ねポップねドゥドゥーででーおー左足じゃあ黄色黄色左足黄色よ左はーいさあ高橋さんはあ気をつけてるはい奥さん右手赤いけるちょっとあさあオッケー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 プレステ4だよプレステ4気をつけて気をつけて気をつけてたかし行くよたかしねたかし行くよたかし左手緑あオッケーオッケーオッケーホプさん行くよホプさんねホプさん奥さん右手プレゼントありますあるよプレゼント左足赤ホプさん左足赤だよ左足赤無理です無理ですまだいけるまだいける左足赤そう大丈夫ですたかしは左足緑よくさん行くよすごかったね今の見せ所右手赤一緒だねはい OKOK ですオッケー次たかしね大丈夫右手青おお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 左手緑左手緑ここわPS4 ね PS4 あーすげー体柔らかいおーたかし右足緑別のところにしてくださいあーおーおい奥さん行くよ奥さん何これ奥さん左手青
ちょっと無理ですよ。無理無理無理。高橋どうして？兄さん頑張ってよ。高橋、ああ高橋が、高橋が左手が赤、左手が赤赤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 左足黄色。いやちょっとついてるやん、ついてるやん、ついてるやん、もうと、ここで両者同時に崩れ落ち、勝負つかず。じゃあまさきジミンが勝ったからね、ジミンの勝ちっていうことでいいかな。お、いいよねこれね。本当本当に、本当いいよ。大丈夫ですか？大丈夫よ。どうぞ。俺のお金じゃないからいい。高いですから。高いから。いやめちゃくちゃ高いでしょ。ということでジミンホップの勝ち。イエーイ、おめでとう。 J-HOPE とジミン念願のプレイステーション4をゲット。次の勝負に行く前にマイクドロップに続いてアメリカで2曲目となるゴールドディスクに認定された曲 DNA のミュージックビデオをご覧ください。さあということで続いての対決はあっち向いてホイ対決。5番勝負、3番目の対決はあっち向いてホイ。あっち向いてホイはやったことある？韓国にもあんのかな、あっち向いてホイ。あっち向いてホイ、これ何ですか？じゃんけんぽい、あっち向いてホイ。あー、はい、ある？はい、ある。あ、本当に？あります。それですか？なんていうの韓国で、あっち向いてホイは。あー、ディビディビディ、ディビディビディ、あ、それ、あ、それやりたい。ディビディビディ、ディビディビディ、ディビディビディ、あ、ディビディビディにしようじゃん。さあ、今回負けたチームにはですね、プレゼントじゃなくて、罰ゲームが、うわ、今回はあります。罰ゲーム、今回の罰ゲームはですね、はい、こちらのカメラに向かって、はい、甘い一言を言ってもらうというやつですね。甘、ね、甘い話が、うん、超難しいです。またまた可愛いから、ね、いいだから僕は可愛いですけど、うん、甘いは難しい。一緒だよ、一緒だよ。一緒じゃないの？一緒ですか？まあ、今回はこそは絶対勝たなきゃダメだね。いや、さすがにそろそろ勝たないと。俺たちがちょっと今回負けるとね、アーミーからブーイングが来ちゃうから。みんなのやっぱ2人のさ、うん、甘い言葉やっぱ取りたいじゃん、やっぱ俺たちとしてはね。いやでも俺のも見たいって人もいるかもしれない。いやいないよ、いない。お前のお母さんぐらいだ。だからね、本当にアーミーの皆さん、2人の甘い言葉を俺ら取りますから頑張りますよ。頑張りますよ。 OKOK。まずは斉藤さんとジミンの勝負。せーの、じゃんけんぽん。ディビディビディ。早いよ。斉藤さん、まさかの瞬殺。ディビディビディ。早いよ。またやろ。まだまだでもチーム戦だから。早い。そっか。オッケー。オフさんと、そうね。たかしさん。2回戦はトレインたかし vs J ホープ。じゃんけんぽん。ディビディビディ、じゃんけんぽん。ディビディビディ、じゃんけんぽん。ディビディビディ、じゃんけんぽん。アイスポー。ディビディビディ、じゃんけんぽん。ディビディビディ、じゃんけんぽん。じゃんけんぽん。ディビディビディ、じゃんけんぽん。ディビディビディ、じゃんけんぽん。ディビディビディ。ああ。熱戦の末、トレーンたかしの勝利。そしてこれで最終決着。甘い一言を言うのはどっちだ。これ1対1だから、これで負けた方が甘い言葉はね。じゃあ始めます。本当もうジミンの目見たらやられちゃうから、そっち見ちゃうから。頼むよ。始めます。はい。じゃんけんぽん。ディビディビディ。じゃんけんぽん。ディビディビディ。じゃんけんぽん。ディビディビディ。よっしゃ。あぶねえ。というわけでカメラに向かってジミンと J-HOPE に甘い一言を言っていただきます。アミの皆さん、2人の甘い言葉見たいですよね。ジミンの甘い一言、ジミンの甘い一言、甘い一言、はい、いきますか。はい、いきます。アミの皆さん、告白します。なんか昨日からあなたがちょっと考え
にありました。ただ愛してます。ということで、ジミンのね、はい、甘い一言、甘い一言取れた。なんか難しい甘いことは。いや、これ十分、これキュンキュンくるよ、これは、はい、さあ、そしてオプさん行きましょう。チェーンオープ。オプさん行こうか。ここは簡単、はい、簡単ね、はい、はい、行きましょう。アムの皆さん、めっちゃ大好きだよ。台無しなんだって台無しになっちゃう。これはやばいね、これはね、やばいです。ただ愛してます。めっちゃ大好きだよ。答えを導け、一ゲーム。4番目の対決は一ゲーム。さあ、これはですね、2人でそれぞれ、はいはい、答えを、まあ、同じ答えをですね、あ、まあ、合わせるってやつですね、2人のね、うん、でチームワークなんですけど、はい、僕たちはチームですから、そう、はい、本当簡単です。あ、本当に、はい、簡単あります。本当に、はい、本当に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 、まあ、私一緒に、ね、過ごしてる時間が長いとね。ということでね、はい、今回の商品は二人が会うと高級お肉をプレゼントします。お肉、お肉、ミート、ミート、ミート、肉、肉、肉、パトリタ。続いては J-HOPE、ジミン、二人の答えが一致すれば最高級お肉をプレゼント。いきましょうか、せーので言う感じね、はいはいはい、じゃあ J-HOPE が最近ハマっていることは何でしょう。ちょっとハマってること、うんうん、これ相談なしよ。相談なしよ。相談しちゃダメよ、うん、あ、ちょっと考えします、うん、ちょっとね、考えてね。最近ほんと簡単です。簡単ですか。最近、はい、最近だからね、ハマってることがあるのね、ホップさんはね。あ、何ですかこれは。でも普段一緒にいるわけだからね、見てれば。行こう。なんかいろいろなことがありますから。あ、何個かあるんだね。ちょっと理解しますか、じゃあ。なんか、はい、行きます。 J-HOPE がハマっていることは、せーの、アミステイプ。あー、なんで、アミ、アミ、あ、僕はアミは当たり前ですよ。せーの、ミステイプ。あー、え、なんで、アミ、アミ、あ、僕は当たり前ですよ。すみません、はい、けど合わなかったからね。今ジミーなんつったの、アーミーって言ったの。アーミー、あー、アーミー、アーミーも、アーミーはもう当たり前だからね。当たり前ですよ、最近当たら、当たり前ですから。本当簡単だった思いました。そうだよね、そうだよね。肉は食べられません、これで。ちょっと待って、ちょっとそんな厳しいゲームだったっけ。終わりましたか。終わりました。肉、お肉、肉、もう一問ぐらい、なんか、このゲームは終わりです。終わりかい。イエーイ、簡単ゲームですね。なんか気分かい。2、3問あるでしょ。さっきのゲームと比べてのこの短さね。、はい、最後の勝負に行く前に、4月4日発売、Face Yourself にも収録されている Not Today のミュージックビデオをご覧ください。続いての対決です。手押し相撲対決です。最終対決は手押し相撲。手押し相撲、手押し相撲分かる？分かる。手でこう押して、そうそうそう、はいはい、さあ、これはですね、ジェホップとジミンが勝てば同じくプレゼントがありますんで、はい、こちらは負けたチームが視聴者にサイン入り写真をプレゼントですね。だから負けた方が、サイン入り写真だから、本当こういう写真ですよね、はい、これに。うちらが負けたら、だから僕らがサインしてプレゼントするっていうね。アービー、そうですね、これこそだから勝たなきゃダメよ、本当に。本当にこれもう物のあれ言っちゃうから、これもトレインチーム対 J-HOPE のジミンチームでいきましょう。まずはジミン VS トレインタカシ。こんな近いんだっけ。そう、なんかこんぐらい近い方がだから、倒れる可能性が。おお、ちょっと恥ずかしいです。え、準備してください、こういう状態でね。ドゥドゥン、ドゥドゥン、始めます、始めます。 Are you ready?
GO! 負けんなよ絶対。絶対負けちゃダメだよ。絶対のひら出してくんないから。絶対負けちゃダメだよ。おお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 。何これ。何これ。自爆自爆。自分で自分で負けましたよ。たかしの圧力に負けたね。ジミ君、おめでとうございます。ありがとう、ありがとう、生き残りです。よかったよかった。続いては J-HOPE VS トレーン斉藤さん。さこれ勝ったらもううちらが、はい、もう勝ちだからね。僕は今日からトレンディエンジェルですよ。いいのジミいいの、うん、僕のお父さんよりもお父さん、お父さんこんな感じ、お父さんこんな感じこんな感じですよ。じゃあ準備はいいですか。はい、それではレディーゴー。おれダンスだ。おーよ、おー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 。というわけでトレーンチームの勝利、見事視聴者プレゼントをゲットということでね、負けた J-HOPE & ジミンチームの2人からサイン入りチェキをね、はい、プレゼントしてもらいたいんで、ちょっと写真撮ろうかね、はい、写真、はい、これ2人で1枚、まあいいか、とりあえずツーショットとソロとかも欲しいのかな。いくよ、はい、チーズ、オーケー、いいですね、オーケー。これ嬉しいよね、こんなのもらったら。こちらの貴重なツーショット写真を視聴者プレゼントに、詳しくはアベマ TV 公式ツイッターまで。さあということで、はい、ジェープジミン、はい、そろそろお別れの時間で、あーもう早いよ、早かったね、はい、そうです、早かったです。本当に良い時間でした、良い時間、楽しかったね、本当に、ね、本当に楽しかったね、やっぱりトレンディエンジェルさん、いやよく言うよ本当にね、もっとツイスターゲームやりたかったこいつの案内がなかなか楽しかったな。二人が本当、そうそうそう、二人が倒れてね笑う、あの平和なね絵はなかなか良かったですけどもね。さあということで、せっかくだからちょっとアルバムのさお知らせもう一回した方がしようよ。確かに、うん、4月8日に、はい、発売するね。はいはい。アミの皆さん、すぐ僕たちのアルバムがリリースします。うん、日本オリジナル曲2曲が入っていますが、あ本当聞いてください。うん、皆さん4月8日、4月8日に4月、はい、リリースされますので、はいはい、たくさんぜひ聞いてくださいね。聞いてください。最後にね、ちょっと日本の、ファンアミーにね、はい、2人からちょっとメッセージ、もらっちゃおうかな。はい、うん、はい、あ皆さん、こうして2人で、はい、2人で皆さんと一緒することができて、一緒にすることができて、うん、本当に嬉しいです。皆さん、これからも一緒だよ。あなんか二人では始めますから、うん、本当初めてですから、初めてね二人でね、全然そんな感じしないよね。でも今日斉藤さんと高橋さんと一緒にゲームして、ゲーム対決してね、うん、面白い時間でした、うん、よかったよかった、はい、嬉しいね、本当にありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます。また早い会いたいです。あいや俺もだよ、会いたいね、うん、本当にね、はい、明日もじゃあ会う、明日も会う、明日明日やでしょ、僕は好きです僕は好きだけどねさあというわけで Yourself TV は以上となります。はい、皆さんまたお会いしましょう、バイバイ、またお会いしましょう、ありがとうございます。ペペ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